この時期の勉強っていうのは、あの特に社会とかね、あの暗記科目っていうのは、はい、新しい参考書を増やすっていうのはよほどピンポイントで対策したい限りじゃない限りは、そうですね、追加しないじゃないですか、基本的に。基本なしですよね。武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いところだったら1ヶ月切っちゃってますよ。もう本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってないそうですね、直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。山川先生、はい、今回の質問はですか。今回の質問はですね、うん、青学の全学部の英語が30分ぐらいで全て解けて、いつも9割を取れますと。すごい、はい、うん、ただ日本史が安定しませんと。ほいほい、これからの時期どんな勉強がいいですかという質問が来ています。なるほど。安定しないのか。安定しない理由が分からないから何とも言えないけど、まあ、青学の全学部、単純になんか暗記のところで抜けてる時代とかがあるじゃないですかね。うん、多分ね、知識うろ覚えが一番可能性高いと思うんですよね。だからまずこの時期の勉強っていうのは、あの特に社会とかね、あの暗記科目っていうのは、はい、新しい参考書を増やすっていうのはよほどピンポイントで対策したい限りじゃない限りは、そうですね、追加しないじゃないですか。基本なしですよね。よっぽど論述が苦手でやりたいんですよとかっていう感じじゃない限りは、まあ、なしかな。参考書でもし追加する可能性があるとしたら年号か資料だと思うんですよ、大体。あとは文化史、文化史が特化しているとかだったら、はい、だけど大抵のケースってやっぱその今までやった教材の正解率が低くて、そうですね、今までやった中で出た用語なのに間違えてるっていうケースの方がやっぱ多いと思うんですよね、合格点にたどり着かないってケースだと。やったやつで本来フォローできるものですよね。だからその安定しないところの中で今までやったもので取れるところを確実にトレーニングするっていうのがまず一番やんなきゃいけないことかなっていうところですね。はい、でここで重要なのが、同じ参考書を繰り返せばいいってことじゃないんですよ。その問題が入試で出た形で解けるようにしなきゃいけないっていうことなんですよね。だからこそ過去問が大事っていうところですね。そうとか、その前にもいろんな動画で話してきて、その参考書の書き込みをしたりとかね、こう、 こういうふうに言ったからこういうふうに解けるようにしなきゃみたいなメモ書いたりとか、ノートでまとめ直したりとか、そのテーマで整理し直したりとかね、はい、うん、もしくはちょっと知識が弱かったら一問一答でフォローし直したり、理解が伴ってなかったらから講義と参考書を見直したりという形で、まあ、そのあらゆる点でその細かくやり直す、で今までのものを使い倒して解けるようにするっていう。そうですね、うん、だからこの安定しないって言葉ってなんかそのね、なんかこうそれを言ってる子たちって結構その、まあ、単純に実力不足のケースか、はい、ケアレスミスかだったりするわけじゃないですか。で例えばその安定しないって言ってるところがその特定の時代のせいでとか、はい、なんかその二択で迷って裏覚えだから間違えちゃうとか、その安定しない理由が絶対あるはずなんですよ。そうですね、うん、特定の時代だったらもうラッキーですね。そこだけやればもう大丈夫っていう。そう、だから原因はっきりさせて、それを今までやったものを使い倒して解決するっていうのがまず一番大事かなと、はい、うん、ところですね。なので、徹底的に穴を塞ぐと、塞ぐ、そう、やらかす状況を消すっていう風にやって、極力新しいものは追加しない。だけどどうしても追加しないとその克服できないなら、入試までに終わるようにペース計算してちゃんと終わらせよう。そうですね、中途半端な状態で迎えるのが一番ダメですよね、うんうん、で目線で、いろいろなことをやってもらえればと思います。はい、はい、今回の質問は以上です、はい。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。